分で近くて決め切ろうと思ってシュートまで来ました。ただちょっとタイミングが難しかったんじゃないですか。そうですね、まあ、でも自信持って今週行った時に時間で、まあ、シュートをニアに打ち込んだようと思って打ちました。そのシュートシーン、ゴールキーパーとの駆け引き、体の向きでもあったと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、ファーに打てるように体を開いて準備するだったので、どっちでも行けるように準備してました。そして今日、長谷選手から涙ながらの思いが伝わってきました。この試合に向けてどういった思いで臨んだんでしょうか。そうですね、やっぱり4連敗にしてて、やっぱりフォームでなかなか勝つなかったんで、ファンの皆さんと勝利を絶対勝ち取りたかったですし、まあ、日程的にも、ただ勝つかな、ゲームになる可能性が高いんで、まあ、フォームで勝って、いい流れを持って、またチーム一丸となって、やっていきたいなと思います。東京らしさを出した試合というふうにもおっしゃっていました。そのらしさ、そこから皆さんに見せられた走りはありますか。そうですね、前から頑張って、チームのために、勝利のためにできたと思います。まあ、アウェイ2連戦、そして ACB のための戦いを続けますから、皆さん、ここまで皆さんにしたことお願いします。まあ、しっかりアウェイで勝って、2勝して、戻ってこれるように、また ACB で結果を出せるように、またチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。長井です。